はい。皆さん、こんにちは。非常識な教室経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、教室集客の SNS の正しい使い方、ノウハウ編と思考編ということについてお伝えしていきたいと思います。えー、集客にですね、SNS を使っている方っていうのはすごく多いと思うんですけれども、えー、SNS をどういう役割で 使っているのかっていうことが本当にお客様が来るか来ないかっていうところで、あの非常に大きなポイントになってくるんですよね。で、えー、っとまあ、いろんな方と私面談をするんですけれども、sns 頑張ってるんだけれども、け結果まあ、成果が出ない方ってまあ、このあたりの思考とか。あと、まあ使い方というところがあまりいい状態じゃない。まあ。 んとこういうふうに本来は使うといいんだよっていうことから外れた状態で頑張っているというケースが多いなというふうに思ったので今日は SNS の使い方のノウハウ編と思考編ということを2つに分けてちょっとお話をしてみたいと思います。まずノノウハウウウハハ編のの方なんですけれどもノウハウというとうそのツールが どんな役割を持っているのかっていうことで使い方を変えるということをお伝えしますつまり、えー、そのどういう投稿で何を書いてっていう細かい話ではなくて、えー、そのツールの特性を知ってどういうふうに使うかっていうことを、まあ、お伝えしていきまますすね、えー、今じゃあまず一つ目です、えー、と今教室の先生が一番多く使っているのはインスタグラムだと思います。 でインスタグラムも、まあ、私、まあ、歴史的な部分で、ね、あのすごく見ているんですけれども初期の頃のインスタグラムって綺麗な写真があってそれを定期的にきちんと上げていて誰かをフォローしに行ってで、まあ、そこからまた広がるとかっていうくらいで、まあ、フォロワーが結構ついてた時代がありました。もう10年ぐらい前かな、うん けれどもあの、やっぱりそれが集客にどうやら使えるらしいっていう風になってくると教師の先生のみならずいろんな方が集客に使う要は自分の認知告知に使ったり商品を売ったりとかそういうことに使っていくっていうケースが非常に増えたんですね。増えるということはどういうことになるかっていうと結果として競争になっていきますからよりいい写真とかよりきれいなもの は,ては,てはこう日本独特のものらしいんですけどこうページをめくってねほぼブログのような形に使っていく絵本のような形のものとかハッシュタグをどういうふうにつけたらいいのか投稿時間はどうしたらいいのかライブがあるとかリール使ってとかいろいろあるじゃないですかでだんだん複雑になりましただけれどもあの一貫して役割が持っている役割っていうのがインスタグラムにかかわらず他のものもそうなんですけれども お客様に有益な情報を届けて未来のお客様ですけどね認知をしてもらうっていうところ認知信頼をしてもらうっていうところがメインですだからあのたまにもちろん告知をすることによってそのまんまあの違うページを読ませてそれが、えー、とセミナーとかアドレッスンとか。 そういういページを読ませて制約するっていうのはもちろんあのそういう意図で使うっていうのは全然構わないんですけれども基本は認知告知の、まあ、認知のためですね認知信頼獲得のために使うだから、えー、とインスタグラムの派生している、えー、機能としてライブっていうのもそういう観点で作っていくっていう必要があります。 ね、あのー、まあこれ思考編の方にもねつながっていく話なので、ま,あ、まずは役割そういう役割なんですよね。はい。で二つ目えー、っと主にそうですねあのうん使ってる方どうだろうな順番的に今だとあれかなまだブログかなしかもアメブロですかね。はい。あのブログもえー、っとワードプレスといわれるホームページの中に組み込むタイプのブログ。 と、まあ、メブロ昔からねありますけれどもっていうのがありますでまあ一番大きな違いはもちろん各文章はあの載せるものが一緒だったとしても、まあ、他人の場所を借りて載せてるのか自分の場所に載せてるのかっていう、まあ、これが一番大きな違いでビジネスの基盤の安定感ということから言えばやはり自分のサイトにそれを持ってるっていうことの方が結構大事なんですよね。 だからえっと、ホームページワードプレス型のホームページっていうのは作るのは簡単ではないんですけれどもそれを持っていてそこの中に、えー、ブログを更新し続けるっていう方が財産にはなほうがかたやアメブロの方はじゃあだめなんですかって言ったらいやダメではないんですがアメブロさんが急にあとやめますよとこのサービスやめますよと。 もう有,料まあ、有料プランもあるんですけどやめますよっていう話になった途端に積み上げたブログと積み上げた信頼とかそれがそのサイトから見れなくなる一気にだからゼロになるっていうことなんですよでこれがやはり良くないですよねあのアメブラもちろん使っていいんですけれどもまだワ、えードプレスを作れないっていう段階の時に使う時の、まあ、場所あとは ワードプレスとかできちんと記事を書いているものを予告的に見せるような場所かっていう使い方がいいと思っています。で、そうしたときに属性が違います。あと、サイトの強さが違います。 まずアメブロっていうのはアメブロの中に人がいっぱいいるのでその人たちがすでにこう棚子としているわけですよね、アメブロの中に。そうすると、サイト自体がアメバっていうのがついた後ろになっているからショッピングモールに店を出すような感じです、そこを歩いている人についでについで見をしてもらえるっていう可能性が高いから。 そういった意味では初期はアメブロの方が多分、えー、アクセスも多いと思います見てくれる人が多いと思いますでそのうち自分のサイトをきちんと、えー、ゆっくりじっくり育てていくと自分のサイトの方が強くなっていきますであの中身も、えー、と統一感のある、えー、とある自分が決めた未来のお客様の像に沿って正しい記事をきちんと発信し続ける、まあ、これ この難易度はインスタグラムより難易度高いです。あの文章を書くのがそもそも苦手な方が教室の先生多いからです。でもそれを着実に一日一つとか二、えー、日に一編とか着実に積み上げると、インスタグラムと種類が違って全部それが検索に引っかかるような、えー、インパクトがあります。つまり千記事書いたら千記事分の入り口があるっていうことになります。 インスタグラムは流れるメディアブログは、えー、たまるメディアっていうメディアの特性がまず違うので長期的に楽をしたいんだったらたまるメディアを中心に信頼関係構築と獲得をしていく方がいいですなのであの流れるメディアはうーん今っていう旬な状態を伝えていくのには非常にいいんですけれども長期的に楽をしたかったらですね 書いてる時は大変なんですけど、長期的にはブログとか、まあ、あと次に紹介する YouTube とかの方が、えー、1回書いたら10年前でも見てもらえます。キーワードが正しければ。これはあの Google さんがやはり現状、日本で、まあ、一番支配というか、あのしてる検索エンジンで、そのルールが あの皆さんの目に触れるためのルールとして適用されているからです。なのでキーワードで探されるっていうことは、その後の成約率も高いお客さんに見てもらえる確率が高いんですよね。だって自分から例えば私パン教室やってましたけれども、横浜天然酵母パン教室とかって言って地域とか入れたりとか、あのどういう種類の教室に行きたいかっていうのを打ち込んだりとかして、それに見合うように。 表示してくれるからですいい記事書いていてしっかりしたサイトの方が当たり前ですけど上から表示されるから1個しか書いてないあのブログのページのものよりも、はい、1000個書いてるページ同じテーマだったら上に行くのは当たり前っていうのは多分分かってもらえると思うんですだから Google の,あの検索のルールってすごくあの分かりやすくて正直者が得するようにできてます。だからズルをして 例えば一瞬アクセス集まったとしてもあそうやってずるい手だよねあんまり良質なコンテンツをお客様に届けてないよねっていうのがグーグルが気づいたらルールを変えます、それがあのアップデートって呼ばれるものがたまに大掛かりにやるんですけどそうすると、いきなり1位で稼いでたサイトが県外に行っちゃうっていうことも、まあ、あまり綺麗なやり方でないので上にいたらですよ。 っていうのをよくある話なんでまっとうにコツコツ読者のために役立つ記事をきちんと書くっていうあのすごく普通のことをきちんとやり続けているサイトはやっぱ上にいるっていう状態になっていますね。 はい、あの専門性があったりとかあとは、まあ、読者に驚きと喜びと感動をみたいなところもね見られてたりします滞在時間とかも見てますのでね AI の方でだからあの難易度が上がるっていうことは参入障壁やるる人が以前よより少なくななくっていうことなんですよ、まあ、実際に手軽にみんな集客したいから、えー、っとインスタグラムとかは頑張ってるけどブログって。 まあ今、少し見直されてるんですけどあのインスタグラムほどみんな頑張らないです。だって大変だから。ということはですね、逆にあの私の基本方針なんですけどね、自分がどうやってたかっていうと,、えー、と私が一番最初に力入れたのはブログです次に力入れたのは YouTube です理由は両方とも、えー、そのまんま入り口として残り続けてすべての URL が私を知るための手がかりになるから。 ですまあ、インスタグラムがそんなに流行ってなかったっていうのもあるんですけれども私は長期的に楽になる方のあ施策を取るタイプなので、えー、辛いんですよやってる時はでも積み上がるから年々楽になりますで流れるメディアばっかり扱ってる人、えー、それがインスタグラムとかフェイスブックとか、まあ、ツイッターそのタイプなんですけれどもそのメディアばっかり扱ってる人はずっと頑張り続けないといけないんですよ。 あの集客活動をであの確かに1年目が一番辛いんですブログも YouTube も2年目3年目と同じペースでやり続けるとまず後から来た人がその量を追いつけないあのリアルに時間かかっちゃってるから <laughs> ということは積み上げた人がちゃんと得をするように仕組みとしてできていますでちなみに私のクライアントさんには、えー、とその ルールをきちんと理解してもらって大変なんですけどやはり力を入れて取り組んでもらっているのはブログと YouTube ですね、はい、特にブログは参入障壁が高い教室の先生にとってそして文章苦手な人が多いからきちんとできているっていうだけで目立つしずっと探され続けるでこれが出来上がると結果としてほとんど例えば頻度減らしてても大丈夫なんですよ3日ににととかか週間に1編とか その前の前記事が支え続けててくれいるからそういう方はもう更新とかをやり続けるんだけれども少ない更新でも自分が必要とする集客の量を3年目とか4年目きちんとやってる人は確保していてもうそれだけで、えー、告知とかセミナーの告知とかレッスンの告知とかをしていくと高額商品とかも売れていく、まあ、もっと言うと高額商品でもそこにページが置いてあって。 でサイトを見る人がいっぱい来続けると自動的に問い合わせとか予約が入るからほとんど集客いらずの状態になっていきますだから皆さんが特に教師の先生が SNS 頑張るっていう概念からあの解放されるっていうことですねただしメディアを作るのには時間がかかるっていうことですねな、はい、のでテクニックとして覚えていくとすると あのそのブログの書き方要はお客様が探していることに響くように答えてあげる回答のブログを書けてるかっていうのが、えー、ビジネスブログで必要になってくることですでビジネスブログじゃないブログ自分ってこんなことをやってこんなとこに行って楽しかった要は、まあ、プライベートの方で書いたらいいかなと思うんでそういうのが向いてるのはどっちかというとブログがそんな感じ。 でじゃあついでにあの今あの YouTube 何回か言ったんで YouTube のお話もします、えっと、youtube も一つ一つの URL が残るのであのたまるメニューの1個なんです。で今は皆さん、まあ、顔出しもして動画を撮ってっていうのがだいぶ当たり前。 ににななっっててきた世の中になっているんですけれども私がやり始めた当時って10年以上前だったんでまだ教室の先生としてはやってない時期にやっていたから、まあ、しかもその時に1,000本という大量投稿をしてますんであの探される確率がすごく高かったです。あと人柄をあらかじめ分かってもらって来てもらっていたので結構何て言うんですかねうーん。 とか言って、すごいたくさん会っている人の友達ぐらいの勢いで、あの親しみを感じた状態で初対面で会うっていうこともできていたのはユーチューブのおかげですね。もう信頼構築の信頼感があのものすごく密な関係でできていくので、そういった意味ではユーチューブっていうのはすごくあのでき。 使えるものですねでさらに最近で言うとまあ、TikTok の影響も大きいんですけれどもあのショート動画ですね YouTube 力入れてますので、まあ、ショートとじゃあ普通のロングっぽいのってどう使うのっていうと、まあ、ショートは自分のことを知ってもらうきっかけ作りまあ,あの1分以内ですからね。でそれでいいなこの人って思ったら、まあ、概要欄に書いてある本編見てもらうっていう入り口として使うのがショートはすごく向いているので。 まあこれも使い方をちゃんと知ってやってるかやってないかっていうところはあの大きなな違いになります。であの私の場合にはあの動画で話をしている内容をさらに文章に書き起こして書き起こしたものをリライトして、まあ、分かりやすくしたものをさらにブログとかあとメルマガに転用とかしていたりするのでそのスタートときっかけを YouTube から スタートできてていいるかからら一石五鳥ぐらいになってますかね拡散にも使っていたりとかしてますので,でこれも単なる SNS を SNS で点としてあげるんじゃなくて線としてちゃんとつないでるかっていうのは最初の設計によるっていうところなので、はいあのー、どれをどう選んでっていうのも、えー、自分のお客様がいる場所で、えー 露出をかかけけていかないといけないななとので自分のお客様はどこにいる確率が高いのかっていうところで見ていくといいかと思います。でこちらが YouTube の方ですよね。まあ細かくね YouTube どうっていうのはまた YouTube のお話の時にしないとわからないと思うんですけれども。であと、えっと、Facebook ですね。 Facebook まあメタ社に名前変わったけど相変わらず皆さんもね、フェイスブックって言ってるんでフェイスブックって言ってますけれどもこちらもインスタグラムと使い方は似ていてその人がどんな人で、まあ、どんな人間かっていうのが分かってもらう人柄分かってもらうのが一番中心になるのでフェイスブックでガンガン売り込みをするっていうよりは、まあ、普段こんなことしてるよとか日常と仕事を混ぜながら。 まあ伝えてていいくっていうのがフェイスブックはいいですねインスタグラムとフェイスブックの一番あのー、大きな役割としては拡散力が強いっていうことシェアしてもらえるとかあとタグをつけるっていう機能があったりとかその機能があるので広がりやすいそういう意味では認知が広がりやすいのであのー、動き続ける必要があります。投稿し続けるるっていう必要があるだから 固定でちゃんと見てもらえるものと動き続けて投稿し続けなきゃいけないものをこれを上手にミックスするっていうつなぎ方をすることによって最小限の努力で最大限の効果を得ることができるっていうことになります。まあ今主に あの皆さんがねよく使っているところのメディアのお話をしてますフェイスブックはあのインスタと一緒でライブがありますのでライブとかを使うと一気に人間関係近くなっていきますのでどっちもやり続けないといけないっていうことです基本はでそれと並走して、えー、ブログと YouTube 的なこう蓄財するタイプのメディアを持ってってこれをうまく組み合わせるだからやみくもにやってもしょうがないっていうことになります でちょっと立ち位置違うんですけれども、あの LINE とかもえっ、ー、と人間関係を構築していくのによく使うんですけれども、あのこれもやっぱお役,お役立ち情報が中心になります。で、あの爆発的に人数はいらないらないです。あの濃い人が LINE にはいればよくって、で、まあ基本はお役に立つ情報なんですけど、でたまに まあ、告知みたいな、そんな感じをやっていくことになると思います。ですから、属性があった人を集めてないと意味がないということですね。自分のサービスを買ってくれるような人を、そもそもきちんと集めていくっていう、そういうところが、まあ一つ、メルマガじゃないや、ごめんなさい、ラインのところで、それの究極の形がメルマガです。で、一番、うんと信頼関係が強くって。 えー、きちんと商品を見てくれて買ってくれる人は長期的なメルマガ読者一年とか二年とかっていう人たちが多いですね私の高額商品は五十万円以上のものを買ってくれている人の初めてのファーストコンタクトはやっぱりメルマガの読者が多いですあと私の場合本も書いてるので本を読んでいきなり問い合わせあのホームページから問い合わせっていうのも あ,あります、まあ、本をね皆さんに書けって言っても簡単じゃないので本は SNS でもありませんから書ける方はね本とかいいと思いますけれどもねあと新しいメディアとかして私はクラブハウスとかも結構活用していて、うん、でもその全ての動線とかが自分の最終値あのホームページとかあとはメルマガとか LINE この辺りを見てもらうように設計はしていてその保管の材料保管っていうのが あのの埋めるっていう意味の保管ですね <laughs> 何かをそこに持つって保管じゃなくて埋めるっていう方の保管補足するの完了するっていう字なんですけどそれを埋めるためにまあ SNS の特に流れるタイプのものは使っていくだからィックトックも知ってもらうきっかけに使うっていうイメージになるから流れるメディアに近い使い方なんで YouTube の使い方とは似てるけど違う。 いうその辺りも分かって使うか使わないかということですねつまり SNS はあの最後どういうふうにしたいかの設計があってでそれをどういう動線でつなぐかっていうのを最初に分かった上でここではこういう発信をするここではこういう発信をするってちゃんと切り分けて使っていかないとなんか発信したけど全然来ませんっていうことになっちゃうのは大体目的を分かっていないっていうノウハウ的な部分ですよ。それが 一番多いなっていなとうのののがまずノウハウのところの肝ですで次に思考の,あのところなんですけどねあのここは、まあ、通常はノウハウ編で終わりますよだけれどもあのそれを扱う人の考え方感覚がずれてると当然ですけど集客できません、はい、でじゃあどうずれてるっていうのを私が一番感じると思うかっていうと 例えば1日に1本ブログを書くとか2日にいっぺんライブをすると決めたからライブをやるみたいな <laughs> このあの自分のその数の目標達成のために主にやっているみたいな要はつまりその中身をちゃんと精査することなくやっているという状態なんですよね。さっっき言たたようにじゃあ例えばイインスタライブをやりました って言ったとしてインスタライブの目的は何なんだってライブをやることが目的ではないんですよインスタライブをやる目的っていうのは自分を信頼してくれるということはじゃあフォロワーさんが増えるといいよねっていうまず一つの目的があるあとは、えー、とそのフォロワーさんが増えるって言ってももうちょっと近寄ってほしいよねっていうと LINE に登録してほしい いししはメルマが登録してほしいまあ LINE の方がハードル低いのでじゃあこの2つを目的とした場合どういうことをしたらあ皆さんはその行動を起こしてくれるのかを考えてライブ設計しないといけないですよね。じゃあ行動するっていう人が何か行動するっていうことはどういうことがあったら行動すると思いますか <laughs> 人って 当たり前ですけど私もそうだし皆さんもそうだけど自分にとって得があるなと思う方向に向かっては動くことができます。めんどくさかかったら動かないですこれ,これ分かっててほしいですね。でじゃあ例えばまあ一つ目ですねあのフォローをし,してほしいとするじゃないですか。でその時にじゃあ例えばフォローしてねって言っただけで フォローはしてくれるかもしれません中身が良かったらそのライブの中身が良かったらこの人好きフォローしとくとあの通知が来るから見に来れるしつながっとこうみたいなお得な感じですよねということはつまりライブの内容が感動的で聞いてる人が思わずフォローしたくなるようなライブの内容じゃないとダメっていうことなんですよただダダ流しでなんか 決めだかからやるかみたいなライブだだと絶対に登録されませんだって面白くないから面白くってこの人とつながっていたいと思わせるぐらいにライブちゃんとやってると気軽でもいいんですよ人柄が現れるでもいいんですよ要は聴いてる人にとってこの人の情報を見逃せないって思う感動を与えられるかどうかっていうのが結構大事でそこまでちゃんと計画してねってやってるかっていうところは あると思いますねあの日常的に「こんにちは」って言って「今日の私がこんな感じです」っていうのをあのフォローとか特に気にしないで毎日とにかくやるって決めてるタイプの時にはそれで人間関係を構築していくので、あのー、そこでフォローをねしっかりっていう設計じゃなくていいですよそれを面白く見てくれる人がいればですよでもやっぱり最低限面白いっていうことが大前提かなっていうふうには思いますけれどもねやっぱり。 なのであのー、その感動を与えるようにちゃんとやるってやってるかつまりやってるだけって言うんだと意味がないっていうことなんですよ。これやる側の思考ですよね、はい、でそれがまず1つ目。でえっと2つ目があのさっき言ったように自分のためにやるのじゃなく。 その聞いてくれるる人のためにやるわけですよだから大々的にキャンペーン的にやりたかったらやっぱりちゃんと登録をしてもらうとメリットがあるよねっていうプレゼント的なものを何かしら用意しないと登録すするっってていいいう作業って面倒くさいじゃないですかしかも得になるって分かってないとあの多分通知が来ちゃうの面倒くさいじゃないですかだからそのハードルを超えるっていう意味でもと、まあ、かかり登録してもらう面倒くさいことをやっていただくための プレゼント的なアイテムみたいなのも用意をした上でやるっていう必要がありますね。がっつりちゃんと集客したかったらですよ。日常をただダラダラがしにしながら、まあいつか私を知ってもらえたらいいよねっていうライトな感じだったらあの別にそんなに設計頑張らなくてもいいんですけど、これ大概の人心折れます。<laughs> あの要はフォローしてもらえないし見に来てくれる人が少ないから。 とということは見に来てくれたら身になることを喋っていないと人は見に来ないということになるのでこのあたりをしっかり設計しているかどうかなんですよ。だからライブもやってるんですけどフォローもされませんとかライブもやってるんですけど登録増えませんとかいう人はライブが楽しくないか登録をしてもらうための準備をきちんとしてないかとかっていうところがあります。 そもそも論なんですけれどもあの、まあ、例えば何かを見てもらうとか、えー、登録をしてもらうとかっていう人に動いてもらうっていう場合にその労力を使ってるっていうことを理解したらやっぱり内容をしっかりお役に立つものを届けようっていうその視点で作らないといけないんですよね。自自分分が何,何記事投稿すするとかのの中の目標ででやってもいいんですけどあの 目標を達成することありきでとりあえずやってるっていうんだったら意味がないっていうことですだからよくご相談をされて投稿もしてるしライブもしてるんですけど全然人が集まりませんっていうのはまあ細かく内容見てないですけどそのなんていうんですかね話を聞いてるだけでいや多分面白くないのやってんだろうなっていう気はしてますよ。うん、あの要は自分のためにやってるってことです。 自分の教室に来ててしくって集客してほしい自分が数だけ頑張るようにやってるからそういうことになるわけですよね。で当然来てほしかったら来てほしい告知をやんなきゃいけないんですよ人がまだ少ない時には。じゃあこういうのをやるよっていうのを、まあ、違う媒体とかでも当然伝える必要がありますよね。ということは今の SNS 集客って 結構複雑にん絡めながら設計と構築をするっていうことをしつつ運営するっていうことで以前に比べてハードルが上がってるんですよねだから単体だけの成果を求めようとすると結構難しくなってるのが最近の SNS 集客の実態ですだからそれを扱うマインドの方も集客したい集客したいっていう自分の都合で集めようとして ライブをやったりとかっていうことだとうまくいかないっていうのはあの視聴者は見見抜抜いいいてててるるからででですすあなたのたののめにやっっしょっていううを見抜いちゃうんですよだからあの結局その与える精神とかでよく言うんですけどもそちらを中心に設計すればあの結構その人たちにとって役に立ついい情報っていうとそれなりに負荷かかるはずなんで。 だから、そこをきちんとやってる人のライブには人いっぱい来るしで、そこで感謝をした人たちが登録をするっていう感動を与えてるか、与えてないかっていうところがま1、あ、番大きな違いになります。はい、ということで、えっ、ー、と今日のまとめを聞きたいと思います。教室集客の sns の正しい使い方、ノウハウ編と思考編えっ、ー、と。まずノウハウの方はそれぞれのメディアの特性を知って複合的に組み合わせをしながら。 最初に動線設計をした状点目思考編の方はそもそもあの自分のためにやってるような状態の SNS というのは見,えて見抜かれてしまうのであ,のあくまでもお客様ファースト見てくれる人ファーストでの楽しく感動的な役に立ってありがとうと思わず言いたくなるようなそういうメディア発信を しているかっていうこれが思考編の部分での正しい使い方になっていきますはい以上2つご参考にしていただければと思いますそれでは